10年も15年も一つの政党が政治を担当していれば必ず腐敗し堕落する。これはご覧の通りです。皆様こんにちは。昨日は東京15区、そして島根1区、長崎3区、それぞれ本当にお世話になりました。いよいよ明日は投票日。この間の政治不信、政治腐敗に有権者の皆様の怒りが頂点に達しておられる、そのことをひしひしと感じる補欠選挙戦でございました。ぜひ投票に、そして私ども立憲候補にご支援ご支持賜りますよう改めて心からお願い申し上げます。そして同時に私ども野党第一党としてさらに政策体系、人材配置含め魅力を高めていく責任も感じております。政権交代に向けて、93年の政権から09年の政権交代までが16年、そして09年の政権交代から本年までが15年、10年も15年も一つの政党が政治を担当していれば必ず腐敗し堕落する。これはご覧の通りです。問題はこれに代わる受け皿、しっかりとした勢力を国民が手にすることができるかどうか、そして私どもがその受け皿足りうるかどうか、そこが問われている。このことを心したいと思います。今日は香川県名電にも参加しました。もしかしたら今年は久々に物価上昇率を、賃金が上昇率が高まる、実質賃金が上がるかもしれません。しかし中小零細事業所、非正規雇用の皆様含め、あまねくこの効果が広がるか予断を許しません。生きるに値する社会、尊厳ある雇用環境、これをしっかり作っていく、そのためにも政権交代目指して頑張りたいと思います。どうぞ明日の補欠選挙、3人の公認候補に力強いご支援ご支持改めてお願い申し上げます。小川淳也でした。いつもありがとうございます。小川淳也です。本当に僭越なんですが、党員サポーターの皆様を募集しております。代表選挙の投票権もございます。本当に党勢厳しい折ですが、一緒に日本のために立憲を立て直そう、ご参加心待ちにしております。厚かましいお願いですいません。よろしくお願いします。